嵐が丘、嵐が丘、嵐が丘、現代、ワズリングハイツ、ワザリングハイツ、ウザリングハイツは、エミリー・ブロンテの唯一の長編小説。世界の三大悲劇や、世界の十大小説の一つなどと評されている。最後のロマン主義作家とされる、ブロンテ姉妹の一人エミリー・ブロンテが29歳の時に発表した、処女作品。姉妹が暮らしていたイングランド・ヨークシャーのハワースを、 舞台にした長編小説、わびしく厳しい荒のヒースムーアの自然を背景に、荒々しくかつ背徳的な物語が展開する。作者のエミリーは、牧師の娘で、若い頃から音楽教師をしており、この作品の着想は20歳の頃に得たとされている。当時は、女性作家に対する評価が低く、姉妹は男とも女とも取れるような筆明を用い、 1847年にエミリーはエリスベル名義で嵐が丘を姉のシャーロットはカラーベル名義でジェーンエアを出版した。姉のジェーンエアはベストセラーになって作者は男か女かが世間の話題になったのに対し嵐が丘は酷評された。エミリーは出版の翌年に病没しており後に姉のシャーロットが 嵐が丘の2班で作者が妹のエミリーだったことを明かした。20世紀に入った頃には高く評価されるようになっており、日本では1920年代に東京帝国大学で英文学を教えたエドマンド・ブランデンが、リア王、白芸、嵐が丘が英米文学の三大悲劇と教えたことから広まったという。当時文部省の研究員としてイギリスに派遣された浜。 林育之助は、帰国後の1930、昭和5年に出版した英米学巡礼の中で、その頃すでに、ブロンテカンツリと呼ばれるようになっていた、ハワース一体を紹介している。物語は、アーン・ショーヤとリントン家の二つの家で三代にわたって繰り広げられ、特に、キース・クリフとキャサリンとの間の愛憎、悲恋、復讐が主要に描かれる。 物語展開の荒々しさや非道徳的な内容も、去ることながら、表現上の複雑な構成は、この作品の発表当時の不評の主因であり、後に高く評価されることになる大きな特徴である。物語の語り部が次々に変わる上に、また劇の形で描写されたり、時系列が入り乱れて、後日談や回想が入れ子状になっており、そのために、 嵐が丘の出来事を年代順に並べ直した書も出版さている。しかも主要な語り手がしばしば嘘、語り手自身の誤解や正しくない情報を述べる。こうした手法は構成には巧みな戦略と評価されたが、発表当時は物語史上最悪の構成とまで貶める評論家もいた。現代は、ワズリングハイツといい、ハワースにある。 トップウィゼンズという荒野の廃墟をモデルにしている。ワザーは風がビュービューと吹き荒れるを意味する語で、ワズリングハイツはアーンショー家の屋敷のことだが、これを嵐が丘とした斉藤勇の日本語訳は歴史的名訳とされている。1801年、都会の生活に疲れた自称人間嫌いの青年ロックウッドは人里離れた田舎にある。 スラッシュクロスと呼ばれる屋敷を借りて移り住むことにした。挨拶のため、スラッシュクロス唯一の近隣であり、公屋の住む嵐ヶ丘を訪れ、館の主人、ヒースクリフ、一緒に暮らす若い夫人、キャサリン・リントンやソヤナ男やアトンといった奇妙な人々と会する。ヒースクリフは無愛想で、キャシー・リントンはその妻でもなさそうである。え、アトンは、メ使いのような格好をしているが、 食卓を一緒に囲んでいる。しかも、この住人たちの関係は冷え切っており、客前でも平気でののしり合っている。彼らに興味を抱いたロックウッドは、ことの全貌を知る、古女中、エレン、ネリーに事情を尋ね、ヒースクリフト館にまつわる愛憎と復讐の物語を聞かされることとなる。昔、この、嵐が丘では、旧主人のアーンショーとアーンショー夫人、 その子供であるヒンドリーとキャサリンが住んでいた。ある日、主人は外出先で身寄りのない男児を哀れに思い、家に連れて帰ってきた。主人は彼をヒースクリフと名付け、自分の子供以上に可愛がり、ヒースクリフはキャサリンと仲良くなった。しかしアーン少子が亡くなり、館の主人がヒンドリーになると、それまでヒースクリフをよく思っていなかったヒンドリーは、 ヒースクリフを下働きにしてしまう。それでも、ヒースクリフとキャサリンは、仲が良く、互いに恋心を抱くようになっていた。そんなある日、二人は、スラッシュクロスの住人と出会うことになる。当時、スラッシュクロスには、上流階級の主人、リントンとリントン夫人、その子供のエドガーとイザベラが住んでいた。彼らの優雅な生活に衝撃を受けたキャサリンは、 上流階級に憧れを持ち、ヒースクリフを必要としながらも、自分を下げることはできないと、エドガーの求婚を受けてしまう。ショックを受けたヒースクリフは姿を消す。やがて、ヒースクリフは裕福な紳士になって戻ってくるが、それは自分を下働きにしたヒンドリー、キャサリンを奪った、エドガー、そして自分を捨てたキャサリンへ復讐を果たすためであった。まずは、嵐ヶ丘のヒンドリー。 彼は妻を早くに亡くし、その悲しみから息子へアトンと共に荒れた生活を送っていた。そこへ、賭博の申し出をして、嵐が丘と財産をそっくり奪い取ってしまった。その次は、エドガーと結婚した、キャサリンの住む、スラッシュクロスを訪れ、一緒に住んでいた、エドガーの妹、イザベラを、言葉巧みに誘惑し、一緒に駆け落ちさせて結婚する。だがそこに、愛はなく、 あるのは冷たい言葉と虐待だけだった。耐えきれなくなったイザベラは嵐が丘を出て一人でリントンを出産した。その合間にもエドガーに内緒でキャサリンにたびたび愛、愛を語っていたが、そのせいでキャサリンは発狂してしまう。二人の間で板挟みになったキャサリンは苦しみ、ついには亡くなってしまう。その体内にいたキャサリン・リントンは助かり、キャサリンの忘れがたみになった。 こうして復讐を終えたヒースクリフだったが、その像は止まるところを知らなかった。復讐はヒンドリーの息子であるエアトンとエイドガーの娘、キャサリン・リントンにも及んだ。嵐が丘ではヒースクリフとヒンドリー、ヘアトンが住んでいたが、ヒンドリーは亡くなり、ヒースクリフはヘアトンと二人で暮らすようになった。エアトンは元の素質が良く、本来は 頭も顔も悪くなかったのだが、ヒースクリフは相手のラ仕事をさせ、悪態を覚えさせた。そうして、ヒンドリーの嫌うような、教養のない人間に育てることに成功した。イザベラが亡くなり、ヒースクリフの息子であるリントンは、イザベラの遺言により、エドガーに引き取られるはずだったが、ヒースクリフは、無理やり引き取ってしまった。しかしリントンは病弱で、キヨは、 素質が悪いと見限ったヒースクリフは彼を愛することはなかった。スラッシュクロスでは、エドガーとキャサリン・リントンが仲良く静かに暮らしていた。ある日、キャサリン・リントンは嵐が丘に迷い込み、住人たちと出会う。過去の出来事を全く知らない彼女は、ヒースクリフたちに興味を持った。特に、前に少しだけ会ったリントンがいとこだとわかると、友達ができたと嬉しがる。 そこに目をつけたヒースクリフは、リントンとキャサリン・リントンを結婚させ、スラッシュクロスとエドガーの財産を自分のものにしようと企む。この頃エドガーは衰弱しており、亡くなれば財産はリントンのものだったが、リントンは病弱で20まで生きられないのではないかと言われていた。どちらが先に亡くなるかわからないのだから、結婚させてしまおうと考え、ヒースクリフはリントンに入れ知恵をする。 ヒースクリフの策により、キャサリン・リントンは、リントンに恋したと錯覚、エドガーに内緒で会いに行くようになる。しかしリントンの式は迫っており、まともに相手をすることはできなかった。キャサリン・リントンは目を覚まし始めるが、嵐が丘へ行き、そこで、ヒースクリフに閉じ込められてしまう。リントンと結婚しなければ、ここから出さないと脅され、エドガーの死に目に会いたかったキャサリン・リントンは、 リントンへの同情心も手伝って承諾する。数日後、エドガーは亡くなり、しばらくしてリントンも亡くなった。ヒースクリフはついに、スラッシュクロスとエドガーの財産をも、自分のものにしのだった。エレンの長い話に納得したロックウッド。しばらくここで過ごしていたが、あまりの退屈さに一年の契約期間を待たず、都会へと帰っていった。そうして時間が過ぎ契約が切れるとき、 たまたま、嵐が丘の近くを通り過ぎ、契約終了の挨拶でもしようと思い立った。すると、嵐が丘は前に来た時とまるで変わっていた。キャサリン・リントンは罵り合っていたヘアトンと仲良く勉強しており、幸せそうにしている。エレンに問いただしたところ、キースクリフは亡くなったのだという。キャサリンに対する愛と憎しみにより、幻覚を見て発狂したと。この、嵐が丘と、 スラッシュクロスは本来の持ち主であるエアトンとキャサリン・リントンに戻り、二人は和解し愛し合い、いずれ一緒になるだろう。ヒース・クリフはキャサリンの墓の横で静かに眠っているのだろうか。それとも二人で亡霊になって、今もまだ嵐が丘をさまよっているのだろうか。嵐が丘は作者エミリーのほぼ唯一の作品だった上、発表駒もなく、 創生してしまったこともあり、作者本人による作品についてのコメントや解説がほとんど残されていない。一般的に、嵐が丘は、ヨークシャーの荒野の厳しさを力強く描いていると評される。物語の冒頭に、This is Certainly, a beautiful country というセリフがあるが、これは反語的な表現であり、作者のエミリーは、ハワースの荒野を浴びしく、寂しい。 そして過酷な土地と捉えていた。とはいえ、エミリー自身は、こうした荒野ならではの自由さを気に入ってたとされている。作中では、ハワースの地理、動物や植物の生態が正確な写実性を持って描かれたり、登場人物の多くが、ヨーク方言を用いたりする。そのためヨークシャーでは、嵐が丘が、郷土の風土や文化を世界に広めた作品として、愛されており、 ウェストヨークシャーには、ブロンテ地方、ブロンテカウンティとの衣装もある。しかし、ヨークシャーの自然が力強く描かれているという、独語感は、荒々しい物語展開によってもたらされるものであり、実際には、野外の場面は少なく、自然に関する直接描写は少ないという分析もある。身を切るような北国の天候、通行止めの道というような荒野の過酷な姿は、 この物語の展開の激しさの因縁になっていると指摘されている。また、厳しい荒野が描かれているという印象は、実は後世の映画によるものだという指摘もある。原作の嵐が丘では、物語の終末は直接的には描かれておらず、第三者による事後の報告の形式をとっているが、何度か映画化された作品では、クライマックスシーンを荒野で撮影して、 直接描写しており、それが印象に影響を及ぼしているとしている。出版直後に不評だったのが構成の複雑さである。いろいろな人物が入れ替わってストーリーを語り、手紙や日記の形をとることもあれば、回想や後日談が回想を成している。その上、主要な語り部である家政婦は資料が浅く、しばしば読者に誤った情報を与えたり、 主人公たちに対して与えた影響が裏目に出る。現代の読者には、だからこそ面白いのであるが、出版当時の文学界からは、こうした点がキーであると批判された。嵐ヶ丘についての分析で必ず引き合いに出されるのは、アーンウヤとリントン家が完全な対象、対象を成していることである。両家の屋敷、家族構成、性格、名前、行動から、 小構成までがこうした対称性、対称性を持って描かれている。主人公の一人であるヒース・クリフは可烈な人物として描かれるが、その名、ヒース・コーリフは、荒野、ヒース、崖、クリフという意味を持っており、ゴシック的な象徴性を帯びている。しかし、あまりにも可烈な人物設定は、当時の書評者たちに人物造形がおかしいと批判された。その他、 数多くの団体によって様々に上演されている。2015年に起こった一連のテロ事件の被害者に対する共感を表す合言葉として IAM 被害者が世界中に広まった。自分の名前に被害者の名称を位置づける。この表現は英語として破格であるが、これは直接的にはその前例にノーベル平和賞を受賞したマラライス不在の IAM。 マララ、の表現をもじったものだと考えられる。しかし原型としては、すでに嵐が丘のキャサリンが発する次のセリフに求めることができよう。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。